出し合ってきますね。お願いします。腰張ってるから足もあれですかね。張ってます？足張ってると思います。おお。もうそれだけでも結構刺激になります。痛いですか？大丈夫ですか？まだ大丈夫です。それだけでも十分気持ちいい。上の方が刺激が。ちょうどいい感じ。硬いですね。おおおおおおお、真ん中辺が刺激が一番強かったか。いいですか？いや、もう少し下その辺が刺激強かった。なんかいいですね。筋肉一本一本アプローチしてくれてる感じで。筋肉の硬さを感じながらやってるので、単純にね、硬いのは骨が柔らかくなるわけじゃないので、様子を伺いながら、なんかほぐれていく感じがします。そうやってもらうと気持ちいいですね。多分張ってるので仰向けで伸ばしちゃうと多分張るんですよね。ちょっと曲げた状態の方、少し緊張を緩んだ状態で。もう痛い人多いからここまで硬いと多分余計にこう施術者が揉みたくなるんですよ、ね、そうなんですかね。痛いからやらないでって人も言うんですよこれならやってほしい。本当加減なんですよね、その一人一人みんな筋肉の張り具合、硬さ違うので。ねえ、時々肘というか、骨使ってやる人いるじゃないですか。そうですね。もう痛くて涙出そうですわ。あれも使い方なんですよね。上手にやったらきっと気持ちいいんでしょうけど、そしてやっぱり硬いのをなんか力ずくで柔らかくしようっていう発想がどうしても根強いので、そこ気持ちいいですね。
もだいぶ変わりましたね。まろやかになってきてる、うん、ピーンって硬く張ってたのがだいぶほぐされましたね、うん、きますね。いい感じ。これで腰も楽になると思います。ああ、そうですか、うん、それは良かった。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤンモミをよろしくお願いします。